5点もらったいきなりね、はい、ピッチャーがそうですね、まあ、実際には1回の表に、しっかり抑えて、はい、で5点もらったんですけども、これがね、はい、非常に状態の悪い勝っていない、はい、負けがついてるたくさんついてるピッチャーであれば、はい、意識すると思うんですけども今のライオンズの投手陣は非常にいい流れで来ているので、楽にピッチングができると思うんですよね、逆に言ったら油断しすぎなければ大丈夫、最近5試合でも当たっている前にも今バントの課題で揺さぶりをかけてきました矢野さん、はい、このマギー選手なんですが、実は今日練習を終えた後にお皿にケーキを2個ずつ入れて監督室に持っていったんですね、というのもこのカードの初日に同じように監督の分も一緒に取り分けていったら大勝と、で昨日は時間がなくてできなかったら負けちゃったんでね、今日もこの打球はどうでしょうか。入りましたホームラン、マギーの第5号のソロホームランです。高々と打ち上げ滞空時間がありましたがレフトスタンドへ、トマスさん、演技担いたわけですね。そうですね、その思いの一発だったかもしれませんね、ということで1点が入りましたイーグルス。この回始まる前にもう早くも、はい、エンジン組んだんですよね。そうですね、気合入れだと思うんですけどね、まあでも一番楽天の中でね、打てるバッターが先頭バッターで、まあ嫌だと思ったんですけども、まあ、逆に言えばこれ打たれてね、しっかりと気を引き締め直せば、それはまあプラスになると思うんですよね、